アントニオ・タバリス・ブラウンシニアはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションはワイドレシーバー。マイアミのリバティシティで育つ。マイアミのオーランド高校時代はアメリカンフットボールと陸上競技の両方をプレー。アメリカンフットボールではランニングバック、クォーターバック、ワイドレシーバー、パントリターナーとしてプレーした。 陸上競技では100メートル競争、400メートルリレー走の選手を務め、400メートルリレーでは41秒50で、週で優勝した。フロリダ州立大学入りを目指したが、学業成績不足で果たせなかった。アルコーン州立大学入りを目指した後、ノースカロライナテックプレップに入学、QB として5試合に出場し、1247ヤード、11td。 ランでも451ヤード 13td を上げた。同校で1年プレイした後、フロリダ国際大学から奨学金のオファーを受けた。ウェストバージニア大学の WR コーチ、ブッチ・ジョーンズが彼を積極的にリクルーティングした。ジョーンズが中央ミシガン大学のヘッドコーチに就任することとなり、彼は中央ミシガン大学入りを決めた。中央ミシガン大学では、 アメリカンフットボールに専念し、カレッジフットボールの選手として、2008年と2009年に、パントリターナーとしてを、オールアメリカンアーズを獲得した。中央ミシガン大学での3年間で彼は、歴代トップの305回のレシーブで、歴代4位の3199ヤードを獲得、歴代3位の 22td を上げた。2010年1月7日、最終学年でのプレーをせず、 NFL ドラフトにアーリーエントリーすることを発表した。ドラフト前の NFL コンバインでは全種目に出場、中央ミシガン大学のプロデーでも40ヤードダッシュなどを行った。2010年の NFL ドラフトではピッツバーグスティーラーズに6巡目にて指名されて入団した。この年のドラフトでは27人の WR が指名されており、彼の指名順位は22番目であり、 スティーラーズでも、エマニュエル・サンダースについで2番目の指名となった。同年6月15日、3年128万ドルの契約を結んだ。トレーニングキャンプでは、サンダース、タイラー・グリシャム、ステファン・ローガン、アイザヤ、ウィリアムズ、ブランドン・ローガンと控え WR の座を争った、結果、ハインズ・ウォード、マイク・ウォレス、アントワン・ランドレル、 アーナズバトルに次ぐ5人目の WR となった。9月19日のテネシータイタンズとの開幕戦で、キックオフリターナー、パントリターナーとして起用された。またリバースからのプレイで89ヤードの TD を上げた。10月3日のボルチモア・レイブンズ戦で初キャッチを上げた。第17週のクリーブランド・ブラウンズ戦で、シーズン最多の4回のレシーブで52ヤードを獲得した。 この年は10試合に出場し、16回のレシーブで167ヤードを獲得した。この年、スティーラーズは12勝4敗で AFC 北地区で優勝した。2011年1月15日のボルチモア・レイブンズとのディビジョナルプレーオフでは、ベン・ロス・リスバーガーから58ヤードのレシーブを上げたが、このプレイは31から24での勝利につながるプレイとなった。 ニューヨークジェッツとの AFC チャンピオンシップゲームでも残り2分を切った時点での第3ダウン残り6ヤードの場面で14ヤードのパスをレシーブチームは24から19で勝利し第45回スーパーボールに進出したスーパーボールではキックオフリターンパントリターンでそれぞれ4回出場しパスレシーブは1回チームは グリーンベイパッカーズに25から31で敗れた。2年目の2011年、アントワン・ランドレルが対談し、トレーニングキャンプでは、エマニュエル・サンダース、アーナズ・バトル、リマス・スウィード、ジェリコ・コチェリーと第 3WR の座を争い、ハインズ・ウォード、マイク・ウォレスに次ぐ、第 3WR の座を勝ち取った。またキックオフ・リターナー、パント・リターナーにも起用されることとなった。 10月30日のニューイングランドペトリオッツ戦では、シーズン最多の9回のレシーブで67ヤードを獲得、プロ初の TD レシーブを上げて25から17の勝利に貢献した。翌週のボルチモア・レイブンズ戦では5回のレシーブで109ヤードを獲得、プロ入り後初めて100ヤード以上を獲得した。11月13日のシンシナティ・ベンガルズ戦で初先発を果たした。 12月4日のベンガルズ戦では60ヤードのパントリターン TD を挙げ、その週の AFC スペシャルチーム部門の最優秀選手に選ばれた。第14週のクリーブランド・ブラウンズ戦では79ヤードの TD レシーブなどシーズンベストの151ヤードを獲得した。ブラウンは1シーズンでレシーブとリターンが合わせて1000ヤード以上となり、NFL 史上最長記録を樹立した。 そのシーズンでは、プロボールにパントリターナーとして選出された。2013年シーズンは、NFL 史上初めて各試合後レセプション以上と、最低でも50ヤード以上のレシーブを記録した。2012年2012年7月28日、850万ドルのサインボーナスを含む5年4250万ドルの契約延長を果たした。オフシーズンに、 ハインズ・ウォードが引退したため、トレーニングキャンプでは、マイク・ウォレス、エマニュエル・サンダースと先発 WR の座を争った。シーズン開幕時は、ブラウンとウォレスが先発 WR となった。2018年12月に、当時のエス・ライアン・クラークが明かしたところによると、ブラウンは守備コーディネーターのディックル・ボーに対して、叫んだり、守備選手に対して、俺に触るな。俺は、フランチャイズ選手だ。 ととなったたことを明らかにした11月4日、前の週にパントリターン TDE を上げた際、最後の20ヤードを後ろ向きで走ったことが、アンスポーツマンライクコンダクトと判断され、1万ドルの罰金を科された。次の試合で足首を痛めた彼は、その試合を途中退場し、続く3試合を欠場した。この年先発10試合を含む13試合に出場し、67回の レシーブで787ヤードを獲得 5TD を挙げた。2013年、エマニュエル・サンダースと共に先発 WR でシーズンを迎えた。9月22日のシカゴ・ベアーズ戦では9回のレシーブで196ヤードを獲得した。翌週のミネソタ・バイキングス戦ではシーズン最多の12回のレシーブで88ヤードを獲得した。 12月22日の試合で1997年にヤンシー・シュグペンが作ったシーズンレシーブ記録である1398ヤードを更新、ハインズ・ウォードに次いでチーム史上2人目となるシーズン100レシーブを挙げた。12月29日のワシントン・レッド・スキンズ戦で相手 WR、ピエール・ガーソーンと共にそれまでジミー・スミスしか達成していなかった。 レギュラーシーズン全試合で5レシーブ以上をマークした。この年110回のレシーブで1499ヤード、8TD を上げた。またプロボールにレシーバー及びパントリターナーとして選ばれるとともに、オールプロにも選ばれた。NFL トッププレイヤーズオブ2014の23位に評価された。2014年、ブラウンズとの開幕戦、パントリターンの際、相手、 パンターのスペンサー・ラニングを飛び越えようとして、フェイスマスクにキックしてしまい、メディアの注目を集めた。このプレーで彼は8200ドルの罰金を課された。10月20日のヒューストン・テキサンズ戦で、ランスム・ウーアに自身初の TD パスを通した。第11週のレイブンズ戦では、シーズン最多の11レシーブで、54ヤードのレシーブを含む144ヤードを獲得した。 第17週のベンガルズ戦では7回のレシーブで128ヤード、1TD 及びパントリターンでも71ヤードのリターン TD を上げて、スペシャルチーム部門の AFC 週間最優秀選手に選ばれた。この年 NFL トップの129回のレシーブで1698ヤード、2位対の 13TD を上げた。これらはすべてチーム記録となった。 レイブンズとのワイルドカードプレイオフでは9回のレシーブで117ヤードを獲得した。この年自身3度目のプロボールに選出され NFL トッププレイヤーズオブ2015の8位に評価された。2015年第2週のサンフランシスコ 49ers ナナ戦では9回のレシーブで195ヤード 1TD を上げた。この試合で通算5587ヤードに記録を伸ばした。 彼は、プロフットボール全動 WR である、リンスワンの記録を抜いた。11月8日のオークランドレーダース戦で、自己ベストの284ヤードを獲得。1996年に、キーナン・マカーデルが記録した、TD なしでの1試合のレシーブ記録232ヤードを更新した。12月6日のインディアナポリス・コルツ戦で、パントリターン TD を上げた際にゴールポストへジャンプした。 彼の TD セレブレーションは過剰な行為として11,576ドルの罰金を課された。なおスペシャルチーム部門で AFC の週間最優秀選手に選ばれている。第16週のデンバーブロンコス戦では16回のレシーブで189ヤードを獲得 AFC の週間最優秀攻撃選手に選ばれた。この年 NFL トップの136レシーブ。 1834ヤード、10TD を上げた。レシーブ数、レシーブ獲得ヤードは共に自身が持つスティーラーズのチーム記録である129回のレシーブ、1698ヤードをそれぞれ更新した。シンシナティベンガルズとのワイルドプレイオフでは、第4級にボンタゼバーフィクトのヒットを受けた際、脳震盪を起こした。 その結果、デンバーブロンコスとのディビジョナルプレイオフは欠場した。3年連続4度目のプロボールに選出、オールプルファーストチームにも2度目の選出となった。また NFL トップ100プレイヤーズオブ2016の4位に評価された。2016年、ワシントンレトスキンズとの開幕戦で8回のレシーブで126ヤードを獲得に TD を挙げた。この試合で彼は、 NFL のユニフォームポリシー違反と2度目のタッチダウン後のセレブレーションでトゥワークをしたことから15,191ドルの罰金を課された。第4週のカンザスシティチーフス戦でもエンドゾーン内で似たようなダンスを行い24,309ドルの罰金を課された。第10週のダラスカウボーイズ戦ではシーズン最多の14レシーブを挙げた。 サンクスギビングデーに行われた第12週のインディアナポリス・コルツ戦では 3td を挙げた。最終週のブラウンズ戦はすでにプレイオフ進出を決めていたため欠場した。マイアミドルフィンズとのワイルドカードプレイオフで50ヤードと62ヤードの td を挙げたが、プレイオフで一人の選手が50ヤード以上の td レシーブを複数回記録するのは2001年のランディモス以来のことであった。 この年、15試合に出場して、ラリー・フィッツ・ジェラルドに次ぐ106レシーブ、1284ヤード、12TD を上げた。またチーム史上歴代2位のレシーブ数、3位のレシーブ獲得ヤードとなった。4年連続でプロボールに選出され、オールプルファーストチームにも3年連続で選ばれた。NFL トップ100プレイヤーズ・オブ2017の4位に評価された。 2017年2月21日、2021年まで1年あたり1700万ドル、4年の延長契約を果たし、NFL 最高級の WR となった。開幕戦のブラウンズ戦では11回のレシーブで182ヤードを獲得した。第11週のテネシータイタンズでは10回のレシーブで144ヤード、3TD そのうちの1つは、 ヘルメット付近に来たパスを片手でキャッチしたものであった。この活躍で、その週の AFC 最優秀攻撃選手に選ばれた。第14週のレイブンズ戦では213ヤードを獲得、チームは39から38で勝利して、地区優勝を果たした。第15週のニューイングランドペイトリオッツ戦で、左ふくらはぎを痛めた、彼は、レギュラーシーズン残り試合を欠場。 ジャクソンビル・ジャガーズとのディビジョナルプレイオフで復帰し、7回のレシーブで132ヤード 2TD を上げた。この年彼はレギュラーシーズンで NFL トップの1533ヤードを獲得した。101レシーブは NFL5 位、9TD は NFL4 位体であった。また6度目のプロボールに選ばれるとともに満場一致でオールプルファーストチームに選ばれた。 シーズン終了後に選ばれた NFL トップ100では、トム・ブレーディに次いで2位に評価された。2018年2018年9月9日のブラウンズ戦で116試合目の出場にして、レシーブ獲得1万ヤードを超えた。彼より少ない試合数で1万ヤードに達したのは、その時点では115試合目で達成したカルビン・ジョンソンのみであり、トリー・ホルトと、 並び NFL 史上2番目に早い達成であった。しかし、翌週のカンザスシティチーフス戦の試合中に、攻撃コーディネーターのランディフィクトナーと口論になった。ほか、試合後にツイッターを通して、元チームスタッフとのやり取りの際、自分の価値は、トレードしてみたらわかるだろうとトレードを要求しているとも取れる返答した。試合翌日、チームの施設に姿を見せないなど徐々に、 チームとの間に圧力が生じ始めた。第6週のシンシナティベンガルズ戦で残り10秒に決勝 TD レシーブを上げた。その直後にボンタゼバーフィクトに肘打ちを受けた。この年104回のレシーブで1297ヤードを獲得、ブランドン・マーシャルに並んで通算6度目のシーズン100レシーブ、1000ヤードを達成、自己ベストの 15TD レシーブを上げた。 この年彼とチームメイトのジュジュスミス・シュスターは、それぞれ100レシーブ、1200ヤードを獲得した。同一チームで2人のレシーバーが、この記録を達成したのは、1995年、デトロイト・ライオンズのハーマン・ムーアとブレット・ペリーマン、2000年、デンバー・ブロンコスのロッド・スミスとエド・マキャフリー、2005年、アリゾナ・カージナルスのラリー・フィッツ・ジェラルドとワンクワン、ボールディン、2014年、 ブロンコスのデマリアス・トーマスとエマニュエル・サンダースに次いで史上5組目であった。シーズン最終戦のシンシナティ・ベンガルズ戦にインアクティブとなったブラウンは試合中にもかかわらず帰宅した。トムリニ・ HC はこの戦前からブラウンとコミュニケーションが取れていないことを認めた。そして球団オーナーがトレードでの放出を承認し、ブラウン本人もツイッター上に スティーラーズ対談を示唆する投稿をするなど、両者の和解は難しいものとなっていった。2019年3月9日、スティーラーズがその年のドラフト3巡及び5巡とのトレードでブラウンをオークランドレイダースにトレードすることに合意、3月13日にトレードは発行され、ブラウンはレイダースと契約した。しかし低温治療室で自らの不注意による足の投症。 リーグの新しいヘルメット規定に対する犯行、練習の無大欠席や、それに伴う罰金規定で、チームの GM と口論になるなどの騒動を起こし、開幕戦開始直前にリリースされた。その後、9月7日にニューイングランドペートリオッツと1年1500万ドルで契約した第2週のマイアミドルフィンズ戦にも出場し、タッチダウンも上げた。しかし、 レープ疑惑が持ち上がったほか、被害者に対し、脅迫まがいのメールを送ったという新しい疑惑が浮かんだことを受け、9月20日に、ペイトリオッツよりリリースされる。ペイトリオッツに在籍した期間はわずかに11日のみであった。ペイトリオッツ対談後、一時は NFL でのプレーをやめると表明したが、12月27日にニューオーリンズ・セインツのワークアウトに参加した。 しかし正式な契約には至らなかった。2020年10月24日にタンパベイ・バッカニャーズと1年契約を結んだ。彼のいとこのマーキス・ブラウンは2019年のドラフト一巡でボルチモア・レイブンズに指名された WR である。2016年3月8日、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズのシーズン22でダンサーのシャルナ・バージェスと共に出演することが発表された。 二人は準決勝で敗退し、4位となった。2018年7月18日、マッテン NFL19 のカバーアスリートになることが発表された。レギュラーシーズン、ありがとうございます。